どうも、自主管理です。今回は、エアコンから水が漏れているときに、焦らず簡単に修理する方法をご紹介します。エアコンから水が漏れる原因は、エアコン内部にゴミが溜まってしまい、ドレンホースから水が排出されなくなったことが理由と考えられます。画面に出ているエアコン室外機付近にあるホースがドレンホースです。このドレンホースの内部に溜まった汚れを取り除く方法を3種類ご紹介します。まずは作業前の準備です。エアコンのドレンホースに詰まった汚れやゴミを取り除いている最中に、エアコンの室内機から水が漏れてもいいようにビニール袋を送風口に貼り付けます。漏れ出た水がビニール袋に溜まるので、エアコンの下に荷物があっても濡れにくくなります。まずは掃除機を使う方法です。ドレンホースをつかみ上げ、掃除機を押し当てます。そして、掃除機のスイッチをオンにします。スイッチをオンにしたら、すぐに掃除機を離します。これは掃除機で吸い続けると、ドレンホース内に余計な水を吸い込んでしまい、掃除機が故障する可能性があるからです。掃除機で吸い込むゴミと水は最小限になるようにしましょう。掃除機を離すとドレンホースから水が出てきます。この状態でエアコンを作動させてみて水が垂れてこなかったら完了です。続いて息を吹き込む方法をご紹介します。ドレンホースをつかみ上に向けます。ドレンホースの出口に口をつけて息を吹き込みます。するとドレンホースに溜まったゴミと一緒に水がエアコンの室内機から垂れ落ちます。ビニール袋の中にゴミと水が溜まると思います。エアコンを作動させて水漏れがなかったら完了です。次は真空ポンプを使う方法です。真空ポンプをドレンホースに押し込みます。真空ポンプを2、3回引き込み、ドレンホース内部のゴミを吸い込みます。真空ポンプを引き抜くと、ドレンホースから水が出てきます。この状態でエアコンを使ってみて、水が垂れてこなかったら完了です。今回は、エアコンから水が垂れてきた時の修理方法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。エアコンから水が垂れてきた時にお試しいただければなと思います。ちなみに、作業は自己責任でお願いいたします。メインチャンネルでは修理動画をアップしていて、サブチャンネルでは賃貸不動産の経営やクレームを中心にアップしています。チャンネル登録をお願いします。